ゆっくりしていってね。というわけで、第二次世界大戦で活躍した軍用機を紹介していくぜ。本日解説する軍用機はこちら。ノースアメリカン社が開発した A36 アパッチ急降下爆撃機だぜ。この機体は、初期型の P51 ムスタングを改修して急降下爆撃仕様にされた機体である。公式の愛称はアパッチだが、現場ではインベーダーやムスタングというニックネームが好まれた。1939年に始まった第二次世界大戦では、ドイツ軍がユンカース JU87 急降下爆撃機によるピンポイント爆撃で大きな戦果を挙げたことから、米陸軍も航空部隊に急降下爆撃機を装備する計画を立てた。同時期にノースアメリカン社では、P51 ムスタング戦闘機が開発されていた。初期型の P51 は、エンジンがアリソンエンジン社製 V1710 を採用していたが、一段一足下級機であったがために、高高度の希薄な空気に十分に対応できなかった。しかし、1942年2月にイギリス空軍に配備された初期型の P51 は、低空偵察や地上部隊の援護任務として実戦に投入された。初期型の P51 のエンジンは、一段のスーパーチャージャーしか持たなかったため航空性能は制限されていたが、優れた地上攻撃性能にイギリス空軍は惚れた。そのため、ノースアメリカンは1942年に急降下爆撃機型 A36 として発注を受けることに成功した。前述した経緯を含め、軍は P51 を急降下爆撃機へ改修する旨をノースアメリカンに指示した。まずは、爆弾喧嘩装置とダイブブレーキを追加した。このダイブブレーキは、主翼両面に展開しているスリットの入った四角いプレートであり、これが A36 の特徴でもあった。基本的に P51 のフレームと V1710 エンジンを有用しつつ、高い応力がかかる箇所には構造上の強化を施した。武装も6丁の 12.7 ミリ機銃を装備しており、4丁は両主翼内に、2丁は機首に装備され、左右の主翼下に500ポンド爆弾を各1発ずつ検証できた。P51 の後期型では HVAR ロケット弾が装備できたが、A36 は最後まで装備されることはなかった。A36 は1942年のアメリカ軍の北アフリカ上陸作戦である統治作戦に投入された。これを皮切りに1943年5月末までに300機の A36 が地中海に配備され、シチリア上陸であるハスキー作戦にも参加している。A36 はシチリア侵攻において積極的に地上部隊支援に加わり、前線の重座の排除や敵地上拠点の一掃で大きな役割を果たした。この頃から前線部隊では、愛称をアパッチからインベーダーに変更する動きが見られ、非公式であったがインベーダーの名の使用が認められていった。実戦において A36 は、非常に優秀な機体であり、爆撃精度、強靭さ、静粛性といった点での評価は高かった。中には、主翼がひどくやられ、補助翼は完全に吹き飛んでしまっても、なんとか味方がいる地域まで自力で飛行した記録も残っている。急降下爆撃という本来の任務の傍ら、地中海の A36 は総計84機の敵機撃墜を記録し、エースパイロットとなったものも現れた。また、A36 は太平洋戦線にも投入されたが、目立った戦果はなかった。しかし、この優秀な A36 も新型機であるリパブリック P47 サンダーボルトが台頭してきたため、徐々に地上攻撃の座を譲り1944年には全機が退役した。総生産機数は500機と決して多くはなかったが、戦場ではあまたの地上攻撃で名を馳せたアメリカの急降下爆撃機であった。といったところで、今日は終わりにするぜ。それでは本日のご視聴ありがとうございました。ここまでのご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録・高評価ボタンよろしくお願いします。